能力とコネについての関係についてお話したいと思います。まず日本とかアジアでは、個々人の能力よりもむしろ、人に頼るコネを使った方が物事がいくケースがよくあります。ただ最近の日本では全体的に大企業、特に大企業ではやはりコネを使ったビジネススタイルは減る傾向にあり、より個々人の能力、実力主義に依存する、そういった方向に行く傾向があると思います。ただ一方ではまだ日本の95%の企業は、中小企業ということで、特に同族、家族で経営している会社、そういったものが非常に多いため、そういった中小企業ではまだどちらかというと能力、実力主義よりも、コネに頼った昇進、あるいはそういった採用というものが多く行われているのが現状かと思われます。以上です。